ます。あの出演させていただいてたからすごい5人で緊張して、そうでも本当にね、なんか本当にそう、なんか私あんまりこういう外仕事っていうんですかがあんまりやったことなかったから、そんなに何だろう、あんまり NGT 以外の方とお仕事する機会ってあんまりないんですけど、そう今日お仕事してなんかすごいなんかめちゃめちゃ勉強になった。なんて言うんだろう、もうお一人様たち本当にオーラが違くて本当にすごい、本当に楽しかった。あとそうこんばんは。でその後にあのスマイルスタジアムさんっていう新潟の番組があるんですけど、 NST さんでそのあの何も出させていただいたんですよ、 NGT とスマイルスタジアムさんの皆さんと一緒に。そうそれも本当に本当に緊張して、みんなで緊張してて、そうで私本当にスマイルスタジアムさんを見てるから、よくあと NGT メンバーも昔出てたりとかそうしてた番組だったから、クリありがとうございます。もうまずまずすごいいつも見てる方だって本当になって、そう企画も楽しかったし、あまだ見てない方はぜひアーカイブ残ってるので見てください。そうであとあれですね、やっぱりなんかライブもさせていただいたんですよ後半に。そう結構なんか YouTube ライブだから誰でも見れる中ですごい、そう踊らせていただいて、こんばんは。で今日のセトリはあれですね、1曲目に NGT48、 次にドロンジェラシー今日やったんです、すごい久しぶりにやったドロンジェラシー2期生の楽曲です。とあとシャーベットピンク、あとオーサムを5人で踊らせていただいて、あと最後にあのマックス時を私がピアノと私のピアノとサヤのギターで弾くっていう、とても緊張することをさせていただいて、本当にちょっと聞いて、これは本当にすごい聞いてほしくてなんか今までそれこそちょっと前に被爆ピアノのやつですごい弾かせていただいたんですけど、今回は弾き語りしてくださいってなってで、そうで私弾き語りちょっとかじってたんです、 かじってたって言い方あれだけど、皆さんにお見せすることはなかったけど、なんかちょくちょくやってて家で、そうで今回ちゃんとマックス時でやることになって、そうお疲れありがとうございます。そうなんです、だからなんかでもその時弾き語り練習してたのはなんか本当に弾けるようになりたいなみたいな、なんか一回ね岡田さんそうお社長さんにそうなんか弾き語りの音源を送ったらすごい褒めてくださって、あじゃあちょっと弾き語りかじってみようって思って結構夏休みくらいからずっとなんかやってたんですよ。でまさかそれでお仕事が本当に来るとは思ってなくて、そう
でやっぱりもうサーヤがすごい慣れてるんですよ、やっぱり。からサーヤがすごい慣れてて、そう。でも本当になんか私もかじっといてよかったって思ったすごいなんか自分で言うのもあれだけど、すごい。でも初めてだったから、その人の前でやることがだったから、すごい緊張してたし、練習もね、すごいあんまり時間がなくて、それこそありがたいことに最近は忙しいので時間があんまりなくて、その中でサーヤと一緒に合わせたりとかしてました。そう、本当に。で、そう、すごいですね、今日ね、そのさっき NGT の公式ツイッターの中の方がすごい褒めてくださって私5人のこと、なんか中の方ってあんまり、なんだろう、ちゃんと、すごいちゃんと言うときは言ってくださる方で、本当に嘘がないような方なんですよだからそう、本当にね、私たち、そう、本当になんかいつもお仕事の時とかすごいプレッシャーをかけていただける方なんですよ、なかなかだってで、今日終わった後に、あの、私たちどうでしたって聞いたら、すごい褒めてくださって、そう、それが本当に嬉しくて。あとはS さん、そうやってすぐに諏訪さんにつなげちゃダメですよ、諏訪さんじゃないけどそうで、そうで、それで、それも嬉しかったし、やっぱり今日すごい嬉しかったのは、一緒に出演していただいた、あの、ガタチューブの方だったり、スマイルスタジアムさんの方だったりが、すごいなんか来てくれてよかったって言ってくださって、それこそ、あの、ガタチューブにぜひみたいな、スマイルスタジアムにぜひ遊びに来てほしいっていうのを私たちに言ってくださって、それってやっぱりすごい嬉しいな、もう何よりすごい嬉しいなってすごい思った、今日。そうね、本当にね、楽しかったし、みんな緊張に勝ったねって4人で話しました。本当に緊張してたんです。そうなんです、みんなで緊張しながら、朝メイクしながら台本読み、みんなで読み合わせしてそうで、今日は頑張りました。あ、あとなんかガタチューブさん YouTube チャンネルあるじゃないですか、お疲れありがとうございます、に今日のなんか 裏側みたいなのを、あの、カメラ回してくださってて、それが、あの、来週とか再来週、まあ、いずれか近々キンキンに多分ガタチューブさんの方で、あの、私たちもちょぴっと今日の裏側とか、あの、撮っていただいたので、ちょこっと、あの、あおちゃんいるってあれかもしれないですけど、ぜひご覧くださいこんばんは。あと NGT48 がトレンドに入ってたんですよ、今日。これって私たちの効果もあるんですかね、すごい嬉しい。本当にそう、本当にそう、こんばんは。そうなんです本当、あるし、よかった。そう、すごい嬉しくて。あと、そう、なんかその弾き語りも、ちょっと話戻るんですけど
弾き語りも本当に私たちがなんかもう全てもう私たち5人は本当にもうとにかく頑張ろうねってちゃんとこの NGT を代表として5人でこうやって出させてもらってるからちゃんと頑張って次につなげようねって言って本当にもう意気込んでの本日だったんですよだったんですけどなんか私たちが思った以上にファンの方もすごい喜んでくださってそう弾き語りもなんか全然ダメじゃんって言われるかと思ったけど思ったよりすごい思った以上すぎて褒めていただけて本当に嬉しかったそうだから今日もいい日だったなぁです。そう、そうね、オーサムは本日で3オーサム目ですね。あ、4、3オーサム目です。確か4オーサム目でしたっけ私そう、初めての歌割りでした。おーちゃんに、そう、頑張ってくださいってそう、こんばんは。カメラ目線うまいなってなったよ。そう、ちょっとすごい分かりやすかったって思ったからちゃんと見れました。約4回も披露できてありがとうございます。そう、本当にありがたい、本当にありがたい。オーサム、なんかこうやってさ、選抜に入ってないけどこうやって NGT として出させていただけるって本当にありがたいことだなと思うし、ちゃんとその自分の力を発揮できるように頑張りたいです。そうなの、ライブの時もそうすごい盛り上げてくださってやっぱりありがとうございます。そう、あとね、そうで、すごいやっぱ生で見るのはいいね、応援したくなるって言ってもらえたのもすごい嬉しかったんです。本当に嬉しかった。527日連続もありがとうございます。そう、食レポ上手でした。私食レポすごい苦手だなって思ってたんですけど、そう、今日企画でなんか食レポしたんですよ。なんか自分の食レポでみんなに何を食べてるか伝えられるか食レポをしたんですね今日。そう、私豆大福だったんですよそう、豆大福を食べたんですけど、食レポ、でも私食レポを日々練習してる、それは語弊がある。あの実家にいるときは、いたときとか、あのあれです、ママの前で食レポよくしてた、その成果が出たのかなって思います。最近はしてないけど、そう、でもなんだろう、なんかでもめっちゃなんか得意だと思ってなかったから、あのそう、とりあえず冷静に今自分が感じ取った味を言葉にして伝えようって思った上のあれでした。
でもそう食レポそうなんですよ褒めていただけて嬉しかった。なので食レポのお仕事待ってますってそう、本当に今日もいい日だったなぁです、本当にしきありがとうございます。あおちゃんの食レポ1やったー、やったー豆をどう表現するか分かる、つぶつぶがついてますって言った。でもなんかさ、そうこれもみんなに言わなきゃいけない、私そのスマイルスタジアムさんの本番前にステージリハがあったんですよ、あのパフォーマンスのリハが。で全部一気に一回全部通したから汗がすごくて、私本番前に汗すごくて全部通したからね。ででも時間も押してたからドライヤーで乾かす時間もなくてマネージャーさんが私の前髪こうやってパンパンパンって叩いてくださって、どうにか乾いた状態で本番できたんですけど、そうだからね、ちょっと前髪があんまりね本調子じゃなかったことだけ伝えときますね。こんばんは。そう、そうなんですよ。今日も一番ありがとうございます。最後ありがとうございます。本当にね楽しかったし、なんかすごい外仕事ってなんか本当に勉強になるなって思った、ね、でも本当に何か来てくれてよかったって言ってくださったことが私たちは本当に嬉しかった。こんばんは。でもそう、今日私の今日の山はピアノだったんですよ一番最後の私の今日の山はピアノだったんですけど、どうにか音は間違えずに弾けたんですけど、日刊スポーツ NGT 報で取材班軽音部突、これはもう軽音部確立じゃないですかね皆さん、すごい。いやでも本当に、でもなんか私今日すごい思ったことが、今日っていうかサーヤとの弾き語りを通して思ったことがあって、すごい作文みたいなんだけど、ありがとうございます。よかったです。ありがとうございます。そう。思ったことがあって、私だ、ピアノ配信とかも一人だったじゃないですか。で、一人で弾くことが多かったんですけど、やっぱりね、なんか多分、サーヤだからだったのもあると思うんだけど、やっぱり一人じゃないと、本当に安心感、やっぱりその分、なんだろう。安心感があるってすごい思って、だから今日あんまり間違えなかったのかなと思ったり、そうなんか合わせるのも大変だけどすごい安心感があるってすごい今日思った。ピアノそう、2人でここはこうしようとかここはこうしようって話したりとかして、そう、ねえ
当に。でもさ、軽音部ってさ、やっぱ結構夢あるよね。結構夢あるくないですか？リアル、現実的にいろいろ叶えていけそうじゃないですかね。やっぱ楽しかった。やっぱり私昔から合奏が好きだったんですよ。話がめっちゃそれたけど、人と音楽合わせるの好きなんですね。2人でいっぱい練習した。それで1日2時間とかやってた時はあった。そう、ね、ちょっと上の方キーボード買ってくれないかな。お疲れ、ありがとうございます。そう、本当に本当に今日はいい日だった。そうそう、でもやっぱサーヤはね、なんかこの前さ、あのサーヤギターのさ、あのサーヤギターの公演してたじゃない、イベントしてたから、やっぱりすごい慣れてた。多分緊張してたんだろうけど、すごい慣れてた。おし、ありがとうございます。こんばんは。キーボードがレッスン場か劇場にあったら、多分私ももっとピアノ頻繁にできると思う思うのね。多分見てないと思うけど。本当に今日は楽しかった。あ、そう、あともう一つ。そう、私だからスマイルスタジアムさん の生放送の時、本当にメイクしてなかった。アイシャドウも何もなかったんです。だから本当にすっぴんで出てたも同然だと思ってた。それだけです。でも本当に楽しかった。本当に楽しかった、ね、あとね、私たち5人で後で5人でアーカイブ見たときに、え、待って、うちらめっちゃ振り揃ってないっていう風に自画自賛してたんです。ちょっとそういうのどれくらい揃ってんのかなって思う方、ぜひご覧ください。やっぱり2期生でさ、同じだけレッスン受けてさ、同じだけレッスン受けて一緒に、そう、応援したしさ、してたし、そう。待って、うちらめっちゃ揃ってるねって話して、王様新鮮でした、嬉しい、やった王様ね、4王様目でした、嬉しい、本当に嬉しい。ライドンです。今日ライドン担当だった。歯の乾きは大丈夫でした、全然。でも本当に乾くんですよ、は。公園ね、そうで、そう、今日エミリーさん、中田エミリーさんが、え、
この5人で何かしてないのって言ってくださって、それくらい私たちすごいユニット感出てたのかなってそう、でも本当にリハからもうリハからずっと団結。王様の早口、それが私やっぱりカラオケ配信で歌ってるから大丈夫だったんですよ。私王様得意なのかもしれない。カラオケ配信の練習すごいし、カラオケ配信ですごい歌ってるからこれから先も何があるか、ここ私の歌いじゃなくて、椅子先の未来も闇なし、バイバックしたって始まらないだろう。そう、だからあれはもう王様に返したカラオケ効果本当にすごいってことそう、嬉しい王様。なんでなんでしょう、なんか王様得意王様なんか得意なんですよね、すごい。そう、今日はあれから何してこうしてました、そんなことどうだっていいよねでした。歌わり、私はそこが一番好きなの。これから先は何があるか、一寸先の未来は闇だがすごい好きで、最近お風呂で歌っちゃうくらい好きだけど、そこは今日ははるかが一人で歌ってたの。はるかがそう、もう後ろで4人ではる頑張れって言って、そう、そう、そうなの。こんばんは、頑張ってた。でだから早口言葉みたいになったけど、ちゃんとカラオケ配信の練習の成果が出たってことですがそう、本当に今日もいい日だった何回目だろうこれ言ったの今日ね。花束ありがとうございます。結構時間待っちゃった。あと次のイベントあれですよ、あ、29日公演で29日ちっくら公演で、その次は10月3日の、次アルビさんの、次はかかとの活動ですそう、バラありがとうございます。あ、バラじゃない、花束だった、花束ありがとうございますそう、え、カラオケしようかな、今日しようカラオケしようかな。そう、今日もイネシティ祭りさんが終わった後に、かとのアルビさんの取材をさせていただいて、いっぱい喋ってきました。かかと、あとマックスもね、マックスも。今日はすごいなんか芸能人なスケジュールでしたハートありがとうございます。今日芸能人なスケジュールで、あと俳優さんちゃんと、何、本当にセットっていうセットにあんまりちゃんと本当に何回かしかなかったから、すごい
セットテレビだと思った。こんばんは。今日だからすごい芸能人のスケジュールだった。おもろ、それもうすぐおもろって言っちゃう。最近もおもろが口癖なんです、私。そう、じゃあカラオケ配信しようかな。本当になんか次に繋げられるようなきっかけになれたらいいなって思います。すごい、あ、もう眠くないです。さっき10分寝ちゃったんです。帰ってきてすぐ。ショールームするとあんまりなんか眠気飛ぶんです。やっぱ喋ってる。でも本当に今日楽しかった、すごい実りある一日だった。みんなに笑われちゃう。あ、おーさんおーさん、ローラーリレリローラーローラーリレリローラーローラーリレリローラー、あー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 、なんか緊張する。あー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 、久しぶりだね、お元気ですか。ようやく会えてほんとよかった。やっぱ人間直接顔見て見つめ合って Say hello。 あれから何してこうしてました。そんなことどうだっていいよね。人に乗って踊ろうぜ踊るしかないし、あと近くに来てバスタム。だって今日だけは全て忘れて、もっと激しくステップ踏んで完全燃焼。おさんみんなで、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 愛し合ってるか見せつけてるじゃん。本当の自分さらけ出せ baby。 おさんみんなで、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 盛り上がってるかやばいくらい。あいつもこいつもハッピーでルールムよ。あー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 、降ってた雨もやっと上がって、あんなに星が綺麗に見える。どんな涙もいつかは乾くよ。とっておきの笑顔見せて、生きてりゃいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかワークアウト。頭空にして揺れ寄せ、体が勝手にクルーブしてくれ。レッツパーティー、ずっと夢見てた今日が来ること。そんで銃を手に入れた。オールナイトで騒げ、おさん希望よ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 、信じ合ってるか愛の力は。何があっても永遠だよ。 Hey guys、 おさん希望よ、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 信じ合ってるか誰よりも。今日の空を忘れるな、また会おう。ローラーリレリローラーローラーリレリローラー、ここから。イエーイ、これから先も何があるか、いい数先の未来は闇だ。心配ばっかりしたって始まらないだろう。だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス楽しくやろうぜ。おさんみんなで、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 愛し合
ってるか見せつけてやろうじゃん。本当の自分さらけ出せベイベーおーさん、みんなで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 盛り上がってるかやばいくらい。あいつもこいつもハッピーでルール無用。すごーい、オーサムでした。でもこれでも踊りの、ちゃんと踊りながら一人はちょっときついけど、でも今日はカラオケ配信の成果を出せたということで、じゃあどうしよっかな。ドローン。上空を旋回して目指せ青い屋根、ドローン、あの森の向こうにはほらあなたの家、空から覗きたい、こっそり私生活、今何してるか全部丸見えよ。嘘を言いたってバレてるわ、恋を監視中見張ってるのよ。女の子と遊んでないかって油断せず注意しなさい。ウォーウォー、私嫉妬深いのよ。もし遠く離れてもいつだって飛んでゆくわよ、ドロンジェラシー。これは歌詞に注目してください。ドローン、木の枝の隙間からもっと近づいて、ドローン、ベランダのガラス窓、ねえ気づかれずに心も覗きたい、あなたのシークレット、何考えてる？すべて知りたいの。そっと隠してもお見通しよ。恋は24時間気になるものよ。他の人を好きになってないかって、できるなら首はつけたい。ウォーウォー、私心配性なの。こっそりとGPS つけたのは追いかけるためよ、ドロンジェラシー。カメラコントロール、あなたにフォーカスしたら気づいていたのね。カメラ目線でピースされた恋を、恋を監視中見張ってるのよ。女の子と遊んでないかって油断せず注意しなさい。ウォーウォー、私嫉妬深いのよ。もし遠く離れてもいつだって飛んでゆくわよ、ドロンジェラシー。
ランジェラシーでした。じゃあシャーベットピンクですか。すごい、ちょっと順番あれだったけど、本当に今日そのままだ。カバーありがとうございます。なぜ季節は気づかないうちに変わってるのかな。街の景色も花たちの香りも着替えている。元気だ、暖かい、何をしてたの。久しぶり、君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾ひるがえし、買いすぎる人と待ち合わせたサマーデイ。工事してた鉄骨のビルが完成したのか。人は誰でも目の前のことしか見てないんだね。少し痩せたみたい、髪を着たせい、大人っぽい。太陽とシャーベットピンク、あの海へ誘いたくなる。横断歩道駆け寄ってきた、今でも好きな人とやっと会えたホリデイ。愛しさはシャーベットピンク、さりげなく思い出させる。あの頃は言えなかったけど、君が一番好きだ。君らしいシャーベットピンク、似合ってるスカートの色、そよ風に裾ひるがえし、買いすぎる人と待ち合わせたサマーデイ。シャーベットピンクでした。最後の曲です。時間ちょうどじゃない、すごい。
ネルを青ちゃん抜ければ近づく美しいあの街希望が住むと信じてきた私が生まれ育った全てを知ってほしい一番大事な人を連れて帰ること出会ったあの夜約束した未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなるあなたと一緒に歩きたい季節の移ろいは成長してゆく心に似ているいろんな花を咲かせながら時には思い悩んで大人になってゆく問屋の空の下から見守ってくれた誰かの存在支えになった未来はいつも姿見せずに待っているよ姉ね吐き甘えないように愛とは涙人のためになげることね幸せを噛みしめている雪もやがて溶けて大地は新しい芽を出すどん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 苦しいことも悲しいことも喜びに変え笑顔になれるいつだって明日は来るちゃんちゃちゃん未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる夢が叶うとその思いが溢れ出して瞳から伝えたくなるあなたと一緒に歩きたい。今日のおさらいをしました見てない方はアーカイブをご覧ください大好き新潟チャンネルです見てくださいということで今日もありがとうございましたでは今から明日の夜ご飯を発表したいと思いますはい、ということで今日はおでんだったので明日はどうしようかなあー決めた行きます明日の夜ご飯は
じゃか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 、じゃん、コンソメスープです。なんか最近あったかいものが食べたいみたいですね。ありがとうございます。コンソメスープです。はい、ということで明日の配信時間は夜の21時から配信します。今日と一緒です。見に来てください。はい、ということでスクショタイムをしたいと思います。じゃああれにしよう、ガタチューブのポーズにしますね。ガタチューブなんですって。ハートありがとうございます。これ山水表してるみたいです、新潟の。ハートありがとうございます。ガタチューブ、え、待って、私何、え、私5時、みんなが今日なんかコメントで21時間配信しますってなんかそんな企画あったっけって思ったけど、もしかして私の5時ですか。ハートありがとうございます。私21時間配信なんて年齢的にダメですよって思ってたら、え、私の5時してたんですか。だからみんなそんな企画あったっけって思ってたんだけど、そういうことか。それは失礼しました。21時間配信はしません。え、待って、やばい、絶対多分眠気のピークがやばかった時、絶対私やばいやばいやばい、すごい恥ずかしい。後で見返、え、ちょっと見返すのも恥ずかしくて見返すないよ。やばいやばい、私どんな5時してました。もうやだやだ、多分すごい眠かったからだと思う。だって私こうやって携帯打ちながら画面落ちてきたもん今日携帯。眠すぎて、やばいやばいやばい、ダメだダメだ、もう恥ずかしい。まあまあ、あおちゃん眠かったんだなって、あったかい目で見て心をあったかくしてください。はい、ということで21時間は多分寝るよ。青だって21時間配信してる。はい、ということで、いやだ恥ずかしい、見返したくないけど後で見返してみます。はい、ということでスペシャルタイムまで行った。だから次はランキングなので、あとちょっと経ったら読みますね。そっか、私5時してたか、多分本当に眠かった、なん多分すごい眠かった、もう記憶ない。とりあえず配信始まる前に絵を描いて755に送らなきゃ私はまた三日坊主になってしまうと思ったので、三日じゃないけどなんかなってしまうと思って急いで描いたんですけど。こんばんは、そういうこともあります。すごいよく頑張った、そういうことで。21時間は知らなかった。そういうことか。だからなんかスマイルスタジアムさんとかガタチューブさん、そうか、21時間配信の企画するんだと思って、すごい21時間なんで絶対大変なんだろうなってコメント見ながら思ってたんですけど、私のことでした、ごめんなさい。恥ずかしい。はい、ということで今日のランキングを読みたいと思います。いきます、いきます。13位 MS さん、ありがとうございます。12位ソウルメイトさん、ありがとうございます。11位シロさん、ありがとうございます。10位マルイチさん、ありがとうございます。9位ゾンさん、ありがとうございます。8位ブンチョンさん、ありがとうございます。7位ジンさん、ありがとうございます。6位山野さん、ありがとうございます。5位金堂さん、ありがとうございます。4位マー君さん、ありがとうございます。3位大関さん、ありがとうございます。
2位ポンポンさんありがとうございます。1位ゆっくんさんありがとうございます。ということで皆さん明日もまた夜お会いしましょう。ということでダメだちょっと5時が恥ずかしいけど、まあ、過去にあったものは遡ってもしょうがないのでおやすみなさい。明日からまた月曜日頑張りましょう。おやすみなさい。また明日。今日もいい日だったなぁですよ皆さん。今日もいい日だったなぁです皆さん。おやすみなさい。また明日。また1分あるんだよみんな。また明日会おうね。明日も頑張ります。おやすみ。アーカイブ見てくださいアーカイブ見てくださいということでおやすみなさい。最近は早く寝ることにその日の一日余った力を費やしてます。おやすみなさいまた明日。結構余るな変わるな変わるな。みんな今日もありがとうおやすみなさい。